ジャン・レオン・ジェローム、ハレムのプール高級は皇帝や王などの皇妃が住まう場所。日本では平安京内裏の七伝五社、江戸城多くが該当する。一般的に高級は男子近世というイメージがあるが、日本の代理では必ずしもそうではない。平安時代中期の源氏物語や枕の子では天上人のうちでも家族や親しい人間は、 頻繁に出入りしていたように描写されている。平安時代には天皇やその日の側に控えた女房と呼ばれる女性たちが大量舞台とした内容の宮廷文学を生み出したことはよく知られている。ただし、平安末から鎌倉時代頃から徐々に男子近世の場となり、江戸時代においては男性が入る余地はなくなってしまっていた。江戸時代の江戸城多奥は、 完全な男性禁制の場であり、家事など緊急時以外の男性の出入りは厳しく、制限された。男子禁制を取っているのは、オスマン帝国などのイスラム省朝や中国などであり、虚勢された宦官,官が火星一般に当たった。一方日本では、宦官,官は置かれずに、宮人とも呼ばれる女官が発達して、女性たちによって秩序が維持された。また、高級を意味するハレムは、 オスマン帝国の高級がそう呼ばれていたところから来ている。日本では大法律領において高級官院令が定められて高級十二支が配置され九十二七言語社が設置された。また、白宝器の皇族である長屋王の館跡からも高級のような跡地が見つかっている。律令の規定によるモノ平安時代以後に生じた故障中国で高級とは宮廷内で天使が 家庭生活を営む場所であり、また、皇后以下、貴賓が暮らす場所でもあった。そのため、高費のこと自体を高級ということがある。その他、高級には、多くの女官や宦官,官たちが暮らし、高級内での職務に従事した。前巻の制度では、正義、が、姿か、美人、ヤコ、ミツルイ、七子、夫、長子、消費、股関、純爪、無見、共和、五礼、 保林、漁師、夜物を指す。五感の光武帝は、節約を理由に、高級の簡素化を施行し、貧品の移号も四級にした。新代の制度では、三比、九品、美人、祭人、中祭人。当代の制度では、高級の食感は、内観、九感、内視章の三部門で構成されていた。内観とは、姫かけのことで、四夫人、九品、 二十七政府、八十一を妻を指す。小六品以下が旧官であり、旧中内の職務に携わる助官たちのことである。三軍、小忠直福直武職、直根久吉の六直に分けられて職務に従事し、また旧政が置かれて、高級内の不正の取り締まりに従事した。内市省は官官たちである。総代の制度では、四比、十八品、美人、 最人、他のそばめを指す。秋代の制度では、好奇肥、奇比比比そばめ貧以上の女性は、異号の前に、漢字一字をつけることが許されていた。新代の制度では、期比肥、比比比比奇人、常在、答えを、漢女子。異号の前に、漢字一字をつけることが許されていた。新国武帝は、クレ国を滅ぼした後、 孫子の救助を数千人引き連れ加えたため、高級の女は1万人に達した。李氏朝鮮における内観は、警告大典によると、品貴人、将棋祝儀、明広氏、宿広氏、将美名、祝美名などであり、小一品から十四品までが、王の高級であった。三軍をはじめとする生五品以下は職務に従事する助官たちであった。 品以外は、そのまま階級名を名前とした。品は、ヒの前に漢字を一時、ないしにじつけることが許されていた。側室の地位は、実家の家柄、王子を産んだか、王女を産んだかによってもかなり違っていた。ありがとうございます。